はい、どうも皆さん、こんにちは、キミです。今回はモンスターストライクやっていきたいと思います。モンスター、モンスター。わしね、あれからモンスターやったんやけども、ね、そないね、なんかね、ようわからんね。わからんと。なんか進化とか、獣進化とか、神の進化みたいな、なんか全然できる気しないし。でも素材があるんだよね、進化素材。それもなんか、何したらいいかわからんな。ただなんかその、亀を、亀がね入れると経験値すごいもらえるのと、あとその金の亀を売るとめっちゃ金もらえるんだ。なんか、そう、金がもらえるぞ、みたいな。え、でもさ、金の亀入れるとすごい、あれなんだ、経験値もらえる。いや、経験値じゃなくて、金なんだ。そう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 。2件のメッセージ来てるんだ。怖いな。あ、なんかストリートファイターコラボみたいなね、オーブをもらえますみたいな。オーブすごい。少ない。全然ないやん。あ、めっちゃ増えた。一回ガシャレンじゃん。すごいよね、それ。え、そうなの？俺ちょくちょくガシャってんだけど。多分貯めて、なんか、捨て始めとか。でね、今の俺のパーティーを見て。このパールパーティー、さくらちゃん。ジークフリートとね。この星5のパーティー、レベルはね、中途半端にしてます。まあなんかどうしようかなと思って。これさ、なんかさ、一つ聞きたいのは、これ、なんか進化とかしたらまたレベル1からなんのみたいな。あのね、俺やってないか分かんないんだけど、モンストは、トリクルはワンピースやってるんだけどね。うん、トリジャクです。トリジャクルーズの場合は1に戻ります。まあ、それまじふざけんなって話なんだけど。多分1に戻るんじゃないか。どうなの？だから俺はもうなんか中途半端で怖いから亀食べようと思って。モンスターがもうパンパンやねん。拡張してな。いや、オーブ要求してくんねん。そうだよ。ひどない？でさ、このなんかこういるじゃん、こいつ。なんかこういうやつ。トマトスとか。あ、攻撃力とかが上がるんだ。あ、じゃあこいつ売らない方がいいんだ。売らない方がいいよ、そういうの。あ、そう、パワータスとか言って、こいつはこいついらないんじゃないの、さすがに。ほら。なんかさ、ようわからない。何を捨てたらいいのかよくわかんないんだよね。まあ、多分進化素材とかがあるんだと思うんだよね。そう、でもこいついらないじゃん、明らかに。ハッパーとかいうやつとか。なんか進化するんじゃない？なんかに。なんかとなんか。素材なんだよね。こいつとかもなんか、あ、スピードがアップみたいな。スピタスとか。あ、そういうのは売らない方がいいな。バンバンやってたわ。てかね、モンスターボックス一回見たことない。広げてない？いや、広げてみたよ、1回ぐらい。でもさ、もうさ、焼き石に水なんだもん。どんどん来る、モンスターが。結構広げなあかんよ。言うのやってないくせに。今回は、フレンドをね、ね、この前なんかフレンドになってくださいみたいな。で、なんかフレンドって何なの？フレンド依頼リスト。フレンドを検索するみたいな。ああ、それじゃん。ああ、これか、これか。はい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 。こんな感じでね、今、僕らのね、このあなたの ID っていうところ出てると思うんですけど、こいつでね、まあせっかくコメントに書いてもらった人とかもねいると思うんですけど、何人ぐらいできんだろう。まあ、なるべく多くの人にね、フレンドになりたいんで、まあちょっとなってもいいよって方はちょっとね、まあ申請してみてくださいと。フレンドだったらなんかあるらしいね。だからクエストとか多分一緒に回るじゃないかな、分かった。まあね、そんな感じで今回は、モンストのねフレンド募集ということで、さっきのね、動画のところに行ってもらって、まあその数字打ってもらってね、募集っていうか、まあそこで打って応募してもらえれば、まあ普通に結構早いもん順で上からねタタタタタタとフレンドになってくんで、まあ、ちょっとね分かんないでコメント欄でね教えてもらえるとありがたいです。とりあえず俺はねちょっとクエストに出ようかな。じゃあ一回ちょっと俺のね、これさ、なんかよくわかんないんだよね。なんか、これいっぱいあんの。で、なんかほら、水の進化を求めて。ラックっていうのがあるらしいんだよね。なんか、あー、おう、え、オーブもらえるよ。オーブもらえる、いけいけ。でもこれね、初級とか、あ、初級突破してるわ。中級行こうかな。でも、上級だな。これすぐ上級やっちゃうの、これ。それがだから、助っ人選択してるじゃん、今。うん。それが多分、フレンドになってくれる人がいたら、フレンドから選べるんだと思う。うん、あ、そうなの？多分そうだと思う、おそらく。トリクルの場合はそう。まあ、俺のちょっと玉はじき見てよ。うん。俺のおはじきテク。はじいてみ？俺のおはじきテク見てんじゃん。最高だぜ。買ったそうやな、こいつら。あ、最初ぶつけるのこれセオリーでしょ、これ絶対。最初思うんだよね。なんでこの横一列でぶつけるでしょ。よしよし、これミスだ。そう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 。
つも弱いからいるでしょ。あれ？ちょっと全然ぶつかんないじゃん。やばいなこれ。ああ。まあ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 。上級でこのミサはちょっとあんまアカンターレだ。なんか。HP が大切。じゃあもう倒した。ああ、だってほら、地下のゴムついてるでしょ。今、マスを。今、マスを、剣みたいなの取ったから、マスを。あ、でもこれまだいるんじゃない？そうそう、まだね、ボスに入る。何回ぐらい、何回ぐらいある？それは知らないな、俺。そんな詳しいことは言いません。クリロナみたいな。それは死ぬまで知らないの。弱いね。これはね、こいつ強いでしょ。あ、なんか。あ、うわ、やばいやばいやばい、死ぬな。よし、なんとか。あ、いいじゃん、結構俺、結構俺。さくらちゃんが俺の国強いの。うん、でもボス。いや、これなんかあれでしょ。まだ違う。これなんか森が強いと思うんだよ。強いの。あ、これ敵の攻撃。あ、まだある、まだある。おいおい、こまめな割に全然効いてねえじゃん。おお、結構食らわされてるやん。まだ上級だから、なめんな。さくらちゃん行ってくれ。あいつ全然ピューンってやつ来ねえな。いいな。大丈夫。おお、すごいすごい、通撃がすごい。こいつ知らねえな。ああ、え、やだ。これなんか OK って書いてあるでしょ。必殺技、必殺技。まだ使わない、まだ使わない、まだ慌てる人たち。おお、すごい。さくらちゃんすごいね。すごい通撃してくれて好きなのが。これまだあんの？やばいじゃん。クリアできねえこれ。あ、マップ回復みたいな。ちょっと待ってくれよ、みんな。ちょっと、一箇所に一箇所に一箇所取れるから。いいね。夜間見て音するの？怒ってる。かわいいしょ。よし。いやいや、これね、結構食らうのよ。あ、これボス。まあ、ボスなんだけど。ゴゴゴゴゴ。わ。あれ、なんか欲しい。貫通タイプあるな。おお、めっちゃ食ってるやん。もう、いや、でもこいつね、逃げるの。逃げる子いるのよ。怒ってるよ、怒ってるよ。どうしよう。ほら、逃げて、絶対逃げるよ。ほら、ボスが逃げて追いかけろみたいな。なるほど。じゃあ、よし、いいぞ。今このうちのね、パールバディかな、なんかそういう名前のやつ。マッチョ、マッチョで基本やっぱやるから。これ今ストライクショット打ったらいいかな。それはちょっと何、そこの、そう、一旦様子見ます。あ、しょぼ、しょぼ。いやいやいや、大丈夫。慌てる時間じゃねえ。もう一回使ってみます。まだ慌てる時間じゃねえ。せんとき、はっ。おお、ほら、追撃薄いな。ちょっとちょっと怖い。まあこいつでもなんかあれ。よし、ああ、結構くらい。大きいよ、幅大きいよ。よし、まあ行こう。人の元に切り捨てる。ストライク。かっちょいい。強い。ええ、グレート。グレート。あ、でもこいつ逃げんじゃねえ、また。やだ。あ、まずいな、これ。調子こいたな。二発も三発も。あかんあかんあかん。強え。でもまあ二個残してるから俺。あ、ハートもあるし。これね、ハートはね、その土地いけないね、簡単にね。そうなんだ。そう。そうなっていくから。あ、危ねえ。あ、危ねえ。ハート取っちゃうとこだった。危ねえよ。これでも最後だからね、うん、ガンガン使ってくる。うん。かわいい。な、な、なんてお前、邪魔じゃん。あ、邪魔じゃん、お前。あ、まずい。ちょっと待って。でも一回、これ回復できるから。おお、ちょっと待って、ちょっちゅう、あーあー、あ、ああ、いや、食らうから、これ結構食らっていくから。待って待って、もうこれあれだわ、使ってみる。
いまいましい。いまいましいっす。尋常に勝負。いけさくらちゃん。ワイのさくらちゃん強いで。うわ強い。ああ。もうちょい行きたかったね。おお。巻き菱みたいな巻くなお前。よし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 。貫通タイプはね、ハート一直線。よっしゃー、最後のね、ペシがいた。え？ゴム素直か。よっしゃー、さくらちゃんについに欲しいよ。よっしゃ、さくらちゃん、シャ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 。あー、ボー、でかくなった。よしよし、いけるいけるいける。こいつあんま信頼してねえんだよ。よしよし、取るなよお前マジで。よっしゃ、さくらちゃん行こう。うわぁ、つぶくらい。あー、あと1。押し切り。決めたる。ふっ！早い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 。弾早い。おっしゃ、しっかり回復。よーっしゃ、取った。弾吹いて、弾吹いて、広い。あんまいいのもらえなかった。いえ。いいじゃん。いや、結構危なかったよ。こんな感じ。なるほどね。ラックプラス10イベント。なんかね、このね、クローバーマークが、なんかめっちゃあるといいのめっちゃ回ってくるよみたいな話ならしい。あってる人ね。フレンチ申請しとけば。一回回してみていいんだよ。お前、人のオーブだと思ってさ、調子こいてるでしょ、人のオーブ。水の。言う、なんとかだと漢字難しいよお前。信長 X 限定キャラだって。欲しいんじゃない？ロミオ、シンドバッド、うん、英雄系かこいつ。デビルズアーミーに来たよ。やったねこれ。うん、どうしようかな。2つあるよし、こいつで行こう。俺まだ1回もなんかそのストライクショット的なこと言ったことないよ。うん、うん、おー、マジか。出せよ。オーケー、来いよ。おかしい。重装備じゃない。でもなんかこいつダメそうだな。はい、欲しいよ、欲しいよ。まあね、こんなもんですわ。ワクワクの実っていうのがなんかクソが。星4はなんかみんな雑魚ですよって言ってたもんね。コメントでそうなんよって思って。そう考えると俺のパーティーってねどうなんだろう。俺ね、もう一人星5多いんだ。でもね、俺ね、紫の星5多いんだ。あ、紫ってかこれ何なの？なんか闇属性的な？そうそう、に星5固まっちゃってんのよ。それがね、ちょっといかんぜよって思ってんだけど。でも多分、まあこれ分かんないけど、トリクルとかと、その属性でパーティーに行ったりすると、なんかその、なんて言うんだろう、戦長効果的なやつで上がってったりするのしかないの？知らんよ。知らん。あ、とりあえずね、なんかこのね、どうやったら進化さ、こう進化とかあんじゃん。それタップしてみ、その進化の。いやだからなんか出てくるよ確かに。で俺はさくらちゃんが強いから進化させたいのよ、うん、ね。でもなんかモンスターがいるみたいなんですよ。何こいつ、こんなこんな変態おやじ見たことねえよ俺は。かき集めないといけない。なんかも多分クエストでできると思うけど。何なんだろう、分かんないけど。そこがね、難しい。難しい。もうちょっとなんか、ここのクエストでできますか書いてあればね、ちょっと親切なんだけど。まあそんな感じで、今回はね、これやってきました。なんかね、この覇者の塔とかやると、そうなんかめっちゃもらえる。俺4個までね、突破したのよ。やるやん。いやでもなんか、いろんな人の動画見てたらもっと高かった。もっと高層階に住んでた。もうなんか5階なんてまだまだ。ホップステップでいけるみたいな。ランク10だから、まあこっからですよ。そうかな、俺いいやつ来ねえからさ、なんかその最初ぐらいさ、なんかさ、ものすごい燃える熱いったよさ、くれよって。欲しいね。そう、でもパールバーティーちゃん、お気に入り、あとサクラ。まあ、ジークリとして信用してないから、こいつは。こいつちょっと信用してないのよ。結構、まあ、まあ、悪くない、なんかサクラいいみたいな、バタリーみたいな来てた感じもするから、ね。サクラちゃんはいいよ、かっこいい。まあ、そいつをね、追記進化させられればね。そう。まあ、いいじゃないか。まあそんな感じ、うん、ということで今回は友達募集とね、ちょっとクエストやっていきました。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バイ。